い、どうも、初おばあばと申します。ワンダリングビレッジ、次やっていきます。研究の方がね、ポイントが足りなくって、1ポイントしかないんだよね。あ、これはできる。トマト栽培ができるようになったけど、ポイントが全然足りないんですよね。で、ポイントを求めて、配信外でちょっと移動をね、してました。そうすると、こんな感じで、ポイント箇所がね、今使った1ポイント分だね。ここのほか、あと2ポイント増やせるように、遠征単位遅れてます。あ、また。またあれだ、石の、あやかしの餌がありますね。キノコ。美味しそうな見た目のキノコ。多分毒だよ。あ、気候もいいし。入れました。寒い地域でも、まず植物って、そのうち出てくるのかな。二つ使って何にするかな？ガラス工房をさ、作りたいよね。ガラス工房にしよう。おんぶくん、餌、お腹いっぱいにしといたら食べないでしょ？あの石は食べないでしょ？0%。ブくんは目もくれず歩いています。よしよし。あ、知識ポイントきた。研究終わり。さあ、ガラス工房を建てましょう。開けとくか。手遅れ。わ、早い、立ちました。立ちました。ガラス工房。いろんな色のガラスがあるね。いっぱい。あ、二人しか。ないか。1ポイントが2つきたか。だなあ、果樹園とかも作ってみたいね。園行こうかな。ちょっと待ってよ。
被害を、ああ、被害が出ちゃった。あれ？竜巻？なんで？え？ああ、嘘！角笛建設中？ああ、そういうことか。竜巻で、嵐で、角笛が壊れたんだ。あらー。そっかー。わー、毒に入る。早く立ってくれ。入っちゃった。目だ。出動させておかないと。詰ませてたもんね。予選はできたようだね。大丈夫そうだね。ああ、もうそろそろあれか。小屋の上を作ってもいいのか。小屋のさらなる上。おお、ガラス燃やして。砂を持って行って、え、わ、びっくりした。わー、よくやった。この記念碑が何世代にもわたって決して諦めず、困難を乗り越えていけるよう我々の仲間を勇気づけてくれることを願おう。そして一番大事なことは協力の大切さじゃ。協力がなければ生き残ることは不可能に近かったじゃろう。長老、これでやっとわしも引退できそうじゃ。君はこれまで直面したあらゆる障害を克服し、我々を豊かな未来へと導いてくれることじゃろう。ザ・ワンダリング・ビレッジの早期アクセス期間中、そしてその先でどんな困難が待ち受けていようと、君ならきっと乗り越えていけると信じておるぞ。プレイしてくれてありがとう。へー。あ、そして何？これエンディングみたいなものなの？早期アクセス版をプレイしていただきありがとうございます。ロードマップをチェックしてこのゲームの今後の計画をご確認ください。そしてぜひディスコードに参加して一緒にワンダリングビレッジを盛り上げていきましょう。私もね、ここ入ってます。でもね、英語ばっかりで、ちょっとね、わかんないんだよね。ロードマップを見る。どうですか、これ。ロードマップがね、
画像で一部ありましたね。ペットおんぶ？ペットおんぶってなんだろうね。次が、テイムバードだから、飼いならされた鳥、鳥が飼えるようになるのかな？で、3番目が、ウォーターバイオームっていうのも追加されるんだね。4番目がちょっと小さいんだけど、すごい !4 番目は、Trade with Flying Merchants って、空飛ぶ交渉人と交易する、交易要素が出てくるんだね。ということは、やっぱり、いっぱいいっぱい資材は貯めておく方がお得だね。わあ、楽しみだな、交易。で、最後が、ルインズバイオームって言うんで、遺跡のバイオーム。遺跡のバイオームも追加されるんだね。あ、記念碑、これだよ。わーい。こういう見た目をしているんだね。本部くんが、てっぺんに、大きな背中、巨大な背中とともに立ってますね。いい音。かな、この辺にもベリー畑を作ろうかな。5% だよ。お、ソーセージね。あ、下痢止めね。知識ポイントもね、欲しいんだよね。あ、でも1ポイントか。あ、4ポイントもいるんだ。じゃあ、下痢止め。襟されたら困るもんね。襟止め行こっか。80円ね。80円を作れたんだ、それ。あ、どこにしようかな。成功率 0%。成功率。え、木が多い方がいいの？ 84。あ、木があると果樹園ってなるの？ 84。あ、おんぶくんの体力が。暑さでやられてるのかな？そんな気するよね。はい、というところで、本日は、今回はここまでかな。なんとね、なんとなんと、記念碑が立って、はい。村がまた、さらなる発展を遂げていけると思います。次回もまた、知識ポイントを狙いつつ、頑張ってね、進めていこうと思います。よかったら高評価、コメントいただけると励みになります。皆さん良き、おんぶ冒険ライフを。Bye-bye.